こんにちは。一人で毎日投稿しているシュウマイです。今回は長野県にある妻籠宿の街並みを紹介します。妻籠宿は400年前の景観を残す日本有数の宿場町です。妻籠の人々はこの街並みを守るために家や土地を売らない、貸さない、壊さないという三原則を設けたそう。そうした努力によって400年前の今を感じられるスポットになっています。寺下の街並みとこの考察パートは他の宿場町と比べても特に年季があり、非常に魅力的に感じました。他の宿場町にない魅力としては、独自の名称や文化財が多い点が挙げられます。昔ながらの長屋や史跡をはじめとして、震災前は大きな鯉の形をしていたお岩、天然記念物の植物、綺麗な自然の景色を有しています。実際に訪れた感想としては、街並みだけでも他の宿場町を寄せ付けないほど魅力的に映りました。なんというか観光地化されているけれども、観光地感はそこまで強くない、そんな宿場町になっています。以上で紹介を終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。